久保あの鹿児島に行った時にね僕鹿児島銀行を作ったんですけどもあの使ってないんですよなんで使ってないかっていうと講座解説したんですけどもなんかねネットバンクをやるのに金かかると言われて <laughs> あ金かかるのかみたいな <laughs> まああのインターネットバンク結構僕は精通してるのでインターネットバンクってまあ0円じゃないですかままあ じゃあネットバンクでいいんじゃないかなみたいな <laughs> はいだからねなんかあのうんなんかそれに慣れてると あ、それでもお金かかるのかっていうね。今なんかつ通帳を、ね、新しく通帳を作ると通帳を放流してるだけで、まあ、お金取られますよね。まあ、それはね、まあ維持するのに紙代とか印刷代とかインク代とかすげえかかるんでしょうがないんですけども。なんか今までただで使えてたのが有料でなるってなると、なんかあれですよね。この僕はこの駿河銀行、駿河銀行さんこの銀行はちょっとよくわかんないですけど。な無料のもあれば有料のもあると。 で、まあ、それを選択できるので、まあ、だったらこっち行けばいいんじゃないみたいな。だから、例えば、なですかね、うーん、携帯代、携帯とかもそうじゃないですか。なんか、SIM とか今出てるので安いね。だから、こっちが高いと思うんだら SIM に移行すればいいだろうし。だからまあ、選択っていうのはいろいろあるので、うん、まあ、駿河銀行がダメだと思うんだったら違う銀行にすればいいじゃないですかね。<laughs> 僕は駿河銀行使ってないんで分かんないですけど。はい。いってらっしゃい。